はい、久々にめちゃめちゃブルーすごいブルーでございますね。おはようございます。米沢泉のフィールパイン TV、 鳴子温泉旅館菅原の朝ですね。昨晩はもう何だったんだろうねっていうね、謎のやり取り、詳しくはツイッターで動画にまで何か影響があるみたいなので言いませんが、ツイッターをご覧ください。まあそんなのがあったので昨日は11時半に寝ましたね。そして起きたら7時半、8時間睡眠ということですね。まだ眠いんだけどね。さらにこれ3階の貸し切り班だったりね、さらに大きい方じゃなくてちっちゃい方に入ろうとしたら入浴中でしたね。大きい方でいいですね。はい、42度、スーパースムーズスミスリおろしか、いつものスペック、昨日と変わりません。本日ですが、東京都内から東京都内ね、大型切符で、まあ、帰るだけってことなんですけど、まあ新庄経由というかね、山形かっこすき新幹線経由で、まあ、さっさと帰るという、特に立ち寄りとかも今日考えてないですけど、まあ一応ね、まあ船頭さんだけはもちろんそんな感じですかね。じっくり目を覚ましていきましょう。まだ寝ます。はい、転生してきました美肌の湯ハンド天風呂です。41度、大適温です。いつものように菅原のブルーの源泉と頂上と美肌黒い源泉です。ブレンドよ。今陸運動線が通ったばっかりなのでしばらく通らないかな。そしてこの黒押し油臭モール臭でございますね。ありがたいや。本当油臭強いな。はい、美肌湯の湯半露天風呂の隣にありますシークレット湯船、ビアダクロ湯 100% の湯です。大丈夫、入れる。お、下は寝る、下は寝た。結構水抜けないかもしれない。関係ない、そんなの関係ない。今のはそんなの関係ないわ。小島予想じゃなくて村田春夫実況アナの神奈月入場シーンの時の関係ないですね。すいません、わからない。さあというわけで入りました。ちょっとゴミはだいぶ溜まってます。混ぜると38度ですね。はい、ということで黒押し油臭っていうことで、素晴らしいね。そしてあんまぬるぬるしてないですね。いうことでした。湯口で油臭モール臭嗅ぎ放題。なんかあれですね、油臭とモール臭でゴムみたいな香りが今日はちょっと特に強めですね。はい、ありがたいね。はい、鳴子温泉旅館菅原、自分の部屋で湯上がりの
朝ビールとメロンパンですね。はい。まずこちら、ワンコービール。ムロカだそうです。謎のワンコビール。これね、これ K さんからいただいた昨晩ね。はい。おー。あ、はい。軽い飲み口ですけど、口の中に、あのね、日本のあのピルスナーだとね、の、切れ、喉越しと切れってことでね、飲んだ後の感覚が残らないのが日本のビールだと思いますけど、これはがっつり残ってますね、味が。なるほど。この味をもう一度味わいたくて、また飲んでしまうというね。これは無限増殖ビールですか？はい、大変うまいですね。はい。はい。何杯飲んで負けない。美味しいですね。さあ、そして、こちら。横手の有名店、フレンドールさんの、これが、メロンパン。ということで、ちょっとパンパンになっちゃった。大丈夫か。これは S さんからね、昨日寝曲がり行った時を取ってきていただいた。S さん帰り道にね、寄って買ってきたということで、いただきました。はい、フレンドールさんの、横手のね、有名店、メロンパン。これなんか若干独特しい、なんかメロンというよりはレモンの感じもしますが。さあ、いただきましょう。はい。中にクリームが挟んだっているはず。ばっくり。お、良いバランスですね。あ、これは軽いわ。ね、メロンパンって言うと上がね、クッキーケーキになってるのも最近多いですけど、クッキー生地になってるのもね、これは、昔しっとり、昔ながらどころかもっと柔らかい、ふんわりだね。なんかもっちりふんわり系ですね。はい。甘さも程よく。ふわふわのクリーム。ごめんまいね。はい。ありがとうございました、皆さん。はい、久々に、めちゃめちゃ、ブルー。本当でございますね。まさに目も覚めるブルーでございますね。42度弱帯適温です。ここでがっつり締め湯としましょう。フォーエバーナルコ温泉郷、また来ます旅館菅原です。ナルコ温泉旅館菅原、いろりロビーで無料コーヒーいただいてますね。チェックアウトしましたね。ちょっとここで動画の編集させていただいて、千両の回転を待ちたいと思います。そしていつも朝早く帰る番頭さんがたった今帰っていきました。寝坊でしょうか。ナルコ温泉旅館菅原ね、11時前に出まして、ずっと動画の編集とかメールの処理してました。1.4 キロ歩いてきました。東ナルコ温泉食堂千両、のれんがありません。そして番頭さんが、バイクに乗ってるところ、米沢初めて見てしまいました。本当にバイク乗れるんですね。かっこ笑い、失礼なことを言っていますが、はい、まだ空いてない。これはでも押しかけかな。あ、電気ついてるから大丈夫なんじゃないかな。レモンサワー頼みましたね。このレモンサワーなんですけど、いつもならね、当てが出てくるところ、今日は在庫がないということで、もちろんそれが当たり前のことです。いただきましょう。はい、この麦焼酎ベースで、この生レモンとあとポッカレモンで作られているレモンの濃ゆい
レモンサワーですね。相変わらず、はい、そして今日氷が丸いんだけど、もう雪はどこにも積もってないよ。マスター雪、今もう雪丸めて作ってるっていう噂言ってたけど、嘘なんじゃないの。麻婆豆腐を出したんですけども、まあせめてもってことで豆腐に豆腐ですいませんねというね、ことですか。やっこ、ただのやっこではない。なんとこれ小田原で採れたサバと梅しそのオイル漬けという瓶詰めをトッピングしていただいたということでね、ちょっと豪華ですね。これが麻婆豆腐より美味しかったらどうしよう、なんちゃって。いただきます。また感染拡大に歯止めがかからない沖縄は那覇空港駅でプラス 22%、 あ、うまでプラス 15% と、へー、あ、割とさっぱりした味ですね。オイル漬けにしてはね、梅しそが絶妙のバランスで良い。あ、サバの旨味がとかきましたよ。くつつの味だね、美味しいな。マスター、ありがとうございます。はい、来ましたよ、食と染料の麻婆豆腐ですね。はい、今日もこのいつものテカテカな麻婆豆腐です。ジャパニーズ麻婆豆腐だね。うん、はい、このラードの甘みとあんのあと肉の甘み、全部甘いというね、そこがいいんですね。ちょっと塩分が強いのでね、当て向きということで。はい、ちょっとよ、レモンサワーもいっぱい欲しいね。はい、というわけでマスター、もういっぱい作ってきてくれましたね、レモンサワーね。美味しいよ。ああ、濃い、そして麦の風味とよく合いますね。また氷の話聞くの忘れちった。後先考えず、レモンサワー3杯目頼んじゃいました。うまし。はい、東なる高専食堂占領さん、カツカレー本日もやってまいりました。相変わらずグレープフルーツトマトでございますが、このトマトの木も素晴らしいね。そしてこのいつものこの、ね、業務用ルーから二手間ぐらい加わったこの素晴らしい香りのカレーソース、そしてこのサクサクのカツ、食べる前から言ってもしょうがないですけど、いただいてみましょう。スプーンだけで切るって大、お前はタイ料理食べるのかよって感じですけど、ちょっとさすが無理ですね。はい、よいしょ、今日はしっかり目に上がってるってことですね。これね、よいしょ、はい、切れた、よいしょ、はい、どうですか、この肉汁染み出したカツ、そしてこの香るカレーです。うまい、うん、もう安定の味だね、うん、ライスとも一緒に食べてみます。うん、うん、うまい。ヤシナル温泉食堂占領さん大繁盛状態でございますが、はい、ヨネさんお疲れ様でした。よく食べたね、今日もね、よく食べたとかよく飲んだねということで、さあもう早いですけども、もう今日は新庄参りからで、そろそろ出ることにいたしましょう。ごちそうさまでした。食堂占領さん出ましたね。考えしたのに一歩前で帰れそうだということで、帰って睡眠を確保したいと思っています。帰宅してね、ということで、鳴子御殿駅歩いてきました。これですね、鳴子温泉駅の近くのね、鳴子市長旧鳴子町役場、ここに移転してくるってことでね、なぜここに移転するかは巨大な闇しかないので言えませんが、すぐね、御殿駅のほんと隣に来るって感じですね。はい、昨日、鳴子温泉駅までね、特大特大の大型切符、権利行使で していますので、鳴子温泉までは別払いとなります。はい、本日、鳴子御殿駅の簡易宅業務は、
臨時休業らしいですね。いうことなんで、無殺ですが、無人駅ですので、問題ありません。陸羽東線、鳴子温泉行きに乗ります。昨日これ、凍ったからね、古川まで乗ったやつですね。はい、終点鳴子温泉駅で臨時改札で150円支払いさせていただきまして、改めて、株主優待割引大型切符で再入場しまして、2番線小仙橋を渡って始発新庄行きに乗って人でございますね。まあ、これで言ってもですね、2時間早い陸羽東線なんですが、帰宅は1時間しか早くならない、山形から新幹線に乗ると12分早く帰宅するというね。まあ新庄から買ってあったんで新庄行ってますということですかね。はい、終点新庄駅ですね。そしてこちらに乗り継げば、山形からの新幹線で12分早く上野に着くんですが、そこまで頑張らない。ここでしばらくリバークしましょう。あ、間違えた、途中下車へお願いします。はい、ありがとうございます。はい、新庄駅名物、改札口に常備されているシャチアタの途中下車に謎タワラ型ですね、いただきました。さあ、ということで、15時の新幹線はとりあえずまずその次まで待とうと思います。おなじみ新庄駅併設の最上地域交流センターユメリアの、大きなロビーでね、動画公開しました昨日のね。あ、高速 Wi-Fi 飛んでますので、まあ、ありがたい話です。まだ新幹線でまだありますのでゆったりくつろぎたいと思います。はい、新庄駅で夢出てましてね、ご覧の通り特内特内、日暮里日暮里で買ったね、大型の株主優待割引券、こちらとセットで買いました新幹線自由席特急券、関西特区新庄から上野まで4割引きで非常にお安い値段になっております。こちらでスタンパいただきまして入場しまして、はい、こちらでございますね。はい、山形かっこつき新幹線在来線特急翼150号ですか、152号ですか、はい、東京行きですね。さあ、コンセントがついているのかいないのかはギャンブルです。まあ、一応なくても大丈夫なぐらいのバッテリーは持ってるつもりなんですが、あ、残念でした、残念でした、これはコンセントないやつですね。はい、旋盤台はコンセントがない。この辺はうんですね。はい、山形新幹線翼150号でした、すいません。東京駅、始発駅、新庄駅を定時に出発いたしました。
これ鳥に翼抜いたんだな、全然気がつかなかったというね。はい、そんなもんでしょう。パンダ記念いただきましたね。はい、ここから山手線が京浜東北線、そして総武観光線で帰宅です。はい、本体の方を閉まりましたね。はい、これ、向こうにもらうのを忘れてましたね。映すのを忘れてましたね。というわけで無事出場できました。上に穴が開いてますけどね、ちょっとね、新宿駅の途中下車の上にこれあれですね、チケットキャンセラーみたいなキャラを通していただいて、それで、まあね、インクのにじみとともに穴が開いたということですかね。というわけでございました。というわけで今回の旅行レポートここまでさせていただきます。次回の旅行ですが来週の土曜日は9日のようですが、日曜日に日帰りでね、まあ旅行にならないような気がしますけど、ちょっとね、とある目的があるので、それ組み合わせて日帰りで何か旅行にしてみるかもしれません。その次の週は未定でして、確実にその次の泊まり旅行は、ささらい週の大人の休日会のパスでの鳴子選挙再びということになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。